皆さんこんにちは、簡単折り紙チャンネルです。今回はこのキャンディートレイを折ってみたいと思います。このキャンディートレイですが、例えば、こんな風にグミを入れてみたり、こんな風にマーブルチョコを入れてみたり、いろんなお菓子を入れてみたり、小物を入れてみたりすると楽しいと思います。使う折り紙ですが、15cm×15cm の折り紙で今回は折っていきたいと思います。まずは色のついてない方を表に出します。そして真ん中に折り筋をつけていきます。折り筋をつけるときですが、まずは左の角をしっかりと決めて指で押さえて真ん中に折り筋をつけていきます。一度開きます。そして次にもう一つの中心に折り筋をつけていきます。開きます。次に先ほどつけた折り筋に向かって折りたたんでいきます。ちょうど真ん中の線に合うように、しっかり合うように折り筋はしっかりとつけてください。開きます。逆側も同じように折っていきます。中心に合わせて折っていきます。折り筋はしっかりとつけてください。開きます。また同じように折り返していくんですが、先ほどつけた折り筋がきつくついていると、折り返すときに少し紙が暴れてくることがあるので、一度しっかり慣らして折ってみてください。では中心に合わせて折り筋をつけていきます。逆側も同じように折り筋をつけてみてください。しっかりと折り筋がついたら、こちら側を畳んでこのような形にします。そして裏返します。膨らんでいる折り筋はしっかり平らにしてみてください。次に、こちらの下の辺を、ここでついている折り筋ですね、こちらに向かって折り返していきます。で、この時なんですが、まずは左の端をしっかり合わせて押さえて、ちょうどここは重なってくると思うんですが、これが内側に入ってしまったりすることがよくあるので、しっかりと右側に伸ばして、引っ張るように伸ばして真ん中を押さえて折り筋をしっかりとつけていきます。一度開きます。逆側も同じように、こちらの辺をこちらの折り筋に向かって折り返していきます。左の角を合わせて右を合わせます。そして真ん中をしっかり押さえて折り筋をつけていきます。この時に角がこのように暴れてしまって、このまま折ってしまうと角が潰れてくることがよくあると思います。そういう時には少し爪楊枝みたいなもので角をしっかりと出して、そして折り進めていくと綺麗に角が出ると思います。
います。では一度開きます。そして次ですが、こちらの辺を真ん中の線に合わせて折り返していきます。でこの時なんですが、だんだんこう、なんて言うんでしょうね、この折り幅が狭くなってくると、一度に折ると綺麗に折れないことがあるので、まずは真ん中ですね、真ん中の線をしっかりと出します。押さえて、まずは真ん中の線をしっかり出します。そして真ん中を押さえて、こちらの角をちょっと引っ張るように、折り紙を引っ張るように、そしてしっかりと真ん中の線に合わせて折り筋をつけていきます。左側も同じように少し折り紙を引っ張るようなイメージで、そして角を合わせてしっかりと折り筋をつけていきます。逆側も同じように折っていきます。まずはしっかりと真ん中のラインを出して、押さえて折り筋をつけていきます。真ん中を押さえて、少し折り紙を引っ張るようなイメージで角を合わせて、しっかりと折り筋をつけていきます。はい、折り筋がつきました。次に、折り紙を裏返します。開くとちょうどこんな感じになっていると思います。ここで表裏を間違えると綺麗に折れなくなってしまうので、しっかりこのような状態になっていることを確認してください。そして真ん中に折り筋がついていると思うんですが、そこの一つ右側ですね、ここの折り筋、ここの折り筋に合わせてこんな風に折り返していくんですが、この時に折り紙がかなり重なっているような状態になっていると思いますので、ここはしっかりと指で押さえてここの角をまずしっかり出す、角を出して折り返して押さえて、ここを折ってみてください。で逆側なんですが、しっかりと折り紙を握って角を出して押さえて、そして折り筋をつけていきます。逆側も同じように折るんですが、もう一度やってみますね。しっかりと折り紙を握って角を押さえて折り返していきます。そして押さえて折り筋をしっかりとつけていきます。こちらの角もしっかりと折り紙を握って押さえて角を出して折り返していきます。押さえて筋をしっかりとつけていきます。開くとちょうど十字に折り筋が入っていると思います。そして次なんですが、この部分ですね、少しこんな風に押さえて握っていきます。握っていってついている折り筋でこんな風に畳んでいきます。ちょうどこの部分に折り筋がついていると思うんですが、そこに合わせて折っていきます。そしてしっかりと両側に折り筋をつけていきます。
こんな感じですね。開いているのを握って潰していく。逆側も同じようにしていきます。押さえて潰していく。そしてしっかりと折り筋を返していきます。ちょうどこんな感じになっていると思うんですが、次にこんな風に持ち替えてください。ちょうど底が見えていると思うんですが、ここに指を入れて少し押さえてここを潰していきます。ここでしっかりと折り筋は付け直してみてください。こんな風になっていると思います。次ですが、こちらの角とこちらの角、ここを結ぶ線で折り返しをつけていきます。こんな風に開いていくんですが、こちらの角をしっかり出すために少し親指の爪先で押さえてしっかり角を出していきます。まず最初にこちらの角を少しつけていきます。そして次にこちらの角を出していくんですが、少し折り紙が暴れてくる時があると思います。そういった時には、右手の親指の爪先で少し仮の筋をつけながら折り返していくと綺麗に折ることができます。では逆側の角も折っていきます。折り返して少し爪の先で線をつけながらしっかり角を出していきます。そして爪の先で少し線をつけながら折り返していくと綺麗に折り返しができると思います。次にこの部分なんですが、こちらを先ほど折り返した線に従って逆側にこのように折り返していきます。この時にこちらの角をしっかり出すためにゆっくりと様子を見ながら折り筋をつけていってください、はい、こんな風になりました。逆側も同じようにこちらの角を意識しながらゆっくりと折り返していきます。終わりました。でこの時にこちらの部分を内側にへこませていくんですが、ここの角がしっかり出ない時があります。そういう時には爪楊枝の先などで少し折り筋をつけてあげて畳んでいくと綺麗に内側に入るようになると思います。では逆側も同じようにいきます。はい、両方の角を折ることが終わりました。次ですが、こちらの部分をこのように開いていきます。ちょうど折り筋がこことここ2箇所入っていると思うんですが、この部分でこちらをこのように持って折り返していきます。しっかりと折り返していきます。そして折り返した後にここの角の部分ですね、しっかり折り筋をつけてください。こんな感じになると思います。では逆側も同じように折っていきます。こちらの折り筋に従って起こしていきます。起こした後にしっかりと折り筋をつけていきます。
のような感じになっていると思います。次に、こちらの角に指を入れて起こしていきます。こんな感じですね。逆側も同じように起こしていきます。こんな風に開いたと思うんですが、こちらの4箇所折り筋が谷折りでついていたんですけれども、これを山折りに変えていきます。少しこのようにつまんで逆側に折り筋をつけて整えていきます。残りの3箇所も同じように谷折りから山折りに変えていきます。これで形が整ってきました。次に、こちらを裏返してみてください。このままでもいいんですが、ここの三角形の部分が開いてしまうと、最終的な仕上がりがあまり綺麗ではないので、こちらの部分に、糊や両面テープ、こういったもので貼り付けて閉じていきます。今回は両面テープを使って、貼っていきたいと思います。両面テープなんですが、指先で貼ると綺麗に貼れないことがあるので、例えばこのような大きさに切って、爪楊枝の先に少し貼り付けて、この部分に軽くのせていきます。そして指で押さえて爪楊枝を抜きます。そしてしっかりと両面テープを貼り付けて裏紙を剥がしていきます。感じですね。そしてこのように閉じながら裏に指を回して、しっかりと両面テープでここの角が開かないように固定をしてみてください。こんな感じですね。では逆側も同じように両面テープで留めていきたいと思います。はい、両方とも両面テープで固定が終わりました。では裏返します。次にこちらの部分を、開いていきます。開いて形を整えていきます。逆側も同じように形を、整えていきます。これでキャンディートレイの完成です。今回は15センチの折り紙で折ってみたんですが、より大きいサイズの折り紙で折ってみると、お菓子以外にももっといろんなものが入る大きさのキャンディートレイになりますので、ぜひ折ってみてください。